県内では太陽光発電設備のケーブルやグレーチング等の金属盗難が去年1年間に1700件近く発生していて前の年の倍近くに増えているほか被害総額についてはおよそ21億円と前の年の4倍近くに上っていますこうしたことから県警では 特定金属を売買する事業者の規制強化に乗り出したもので骨子案では特定金属の売買を行う事業者に公安委員会の許可を必要としていますその上で特定金属を売買する場合客の氏名や住所を確認し不正品の疑いがある場合は警察に申告するほか売買した金属類の品目や数量 客ののなどの情報を保存すすることとしています県警では条例の実効性を確保するため事業者への立ち入り検査や営業停止命令罰則なども盛り込んでいて今日から来月7日までの間骨子屋に対する県民の意見を募っています